あー、アバター、さす、アバターちょっと、アバター作ろう。うぇ。マジやべえ。不明ってあるんだけど。どう見ても男のままだけど。いっこんじゃす。俺は受肉するにしても男のキャラで被りたいよ。ちょっとさ、段作ろう。段。段に寄せてこう。段のプロフィールちょっと調べよう。段の身長から言おう。響き段、ウィキペディア。身長177。俺より高いんだけど。意外と絞られた。177どんぐらいかわかんねえな。まあでも、いいか、デフォルトでいいか。とりあえず。青のブレンド整形。ブレンド整形って何これ。なんか変わったこれ。ブレンドってなんだ。服装はきちんじゃねえ。わかんねえな。ちょっと顔のパーツの画像が、ああ、これでいいや。ストゴの段に寄せてくる。段は外れてるイメージ。いや、なんかこれ段の画像でしょ。大抵だから、なんか変な顔してる時が多くて、なんか通常の顔がわかんねえんだけど。ここら辺もうちょい、あ、ちょっと、フォーのエッジってなんだ。ただの DM。コメントが見えない。了解っす。段の髪型とかあるのかな、そもそも。そもそもここで髪型がないと包む可能性が。いやー、なんか、段にしてはちょっと髪が多いな。まず髪これにして、眉毛。これは、いや、なんかちょっと違う。誰だよ、これ。なんかこれ、下に行く。あーなんでこれデフォルトで繋がってくるんだパーツ的にはこれ近いんだけどな。なんか違和感あんな。はい、こんちゃっす。横幅。おお。ちょっと、あ、いい感じ。縦幅。あ、これでちょっと。いや、でもこれ。普段から赤玉で 25% 引いてるから。眉毛のパーツはなんかこれが知見だけど、いやー、なんかちょっとかっこよさがなくなってきたな。なんかだってこれせめて道義規制を。服はないのこれ。服この段階だと選べないのか。選ぶパーツがめちゃくちゃ多いんだけど、ボイスもいっぱいある。張り切っていくぜ。張り切っていくよ。最近の RPG みたいな感じです。これ近くね。やるぜ。これにしようか。ちょっと低すぎる感じするけど。で、段、髪の色ちょっと茶髪っぽい。段作成中。パプコンへのメッセージ。ダウンロードコンテンツ待ってるよ。うん、ああ、なんか色、これ、ちょっと赤みがかった感じの茶髪。一旦これにしとくか。髪のカラー設定2って何なんだろう。髪のカラー設定2はどこが変わったのかよくわかんねえ。で、眉毛の色も、あと顔だな、顔、ちょっとむずいな。あ、表情変えられるんじゃない。笑い、怒り、悲しみ、驚き。あ、てかこれあれか。下のこの喜怒哀楽で、いろいろ作れるのか。細かく。そういうことか。まつげは、どの画像を見てもわかりそうもねえ。今はどれなんだ。これも茶色っぽく。いやー、てか、段正面向いてる画像がねえ。調べても出てこねえ。なんかちょっと常に横向いてる。いやー、キャラクリのセンスがあんまりねえかもしれん。これあんまり RPG とかでもここら辺作り込んだことねえんだよな。
どれが地形か、鼻から、鼻から決めてる。でもなんかパーツ的には鼻も普通な感じすんのよ。どうすりゃ何人いるか。あ、ちょちょちょ。目が細い。いやーなんか かっこよさがなくなったな。ちょっとデフォルトのパーツから、高さ。大きさ。だよね、いや、てか目の開きか。目の開き。これを細、もう、頬の厚み。パーツ的にはここだよね。なんか、ちょっと頬をこけさせるとして。いやー、似てきてるか、足だ。顎の角度。とすると、ここ。あー、なんか、それっぽい。ただね、なんか顔がちょっと小さいよね。顎のライン。お、なんか、似てきたか。もしかして似てきたかもしれない。顎のライン100で似てきたなんてやめるよ。いや、一旦これでいこう。いや、なんかちょっとやっぱ目だな。目がなんかちょっと、それっぽくねえな。小せえってわけでもねえか。これ、なんかこの辺でいじれるんだ。ゼロでいくか。いや、これね、なんか髪型が、なんか、後ろで結んでんのこれしかないんだよ。猫出せればもうちょい似たかもしれない。で、口の奥行き。いやー、なかなか似てこねえなー。どうして？完全に正面を向いてる画像がないんだよ。顔のライン。お、あ。なんかすべてが揃ってしまう。むずいな。はい、こんにちは。どうしよう。どこをいじりゃ似るかな。はい、こんにちは。ああ、一気におじいちゃんに。そうだな。あとなんか、やっぱデコ出せれば。あ、でもこれ髪後ろで結んでるもしかして。これなんか結んでそうだよね。てか、右側に RS で回転であるんだけど、回転、ど、開け込んだとどれになる？髪結んでるな。これでいいか。これでいい。前髪の部分だけなんか、段っぽくねえ気がする。なんか、なんか前髪の部分だけ隠して、顔だけ見れば段っぽく見えるんだよ。でもな、後ろ髪結んでんのこれしかねえからな。もうキャラクリに、40-50分ぐらいかけてるけど。まあちょっと髪型追加を祈ろう。このキャラクリ煉獄にはまるとちょっと下手したら本当に一日が終わってしまう。じゃあ行きましょう。これで、あとは道着を着せてどれだけ似るかだ。ほう、お任せ。サーバーリスト、コンタクトリスト、トーナメント。道着着せてえな、せめて。じゃあ服装どうやって変えるの？自由に遊んでみて。でもこの角度から見れば結構似てる気がするな。顔のパーツ一切見えねえけど。おお、みんないるやん。あ、なんかやべえ動きしてるやつかって。攻撃されてる。